はい。少し右に移動するときに、頭をやっぱ右に行くのに対して右に重心をかけると、要はこっちの足すごい重たくなっちゃう。うん、で、少し移動するときは右に移動するんですけど、頭はちょっと左に置いて、で左に重心を置きながら。左に重心を置きながら右に移動すると、ここで体がこっち側に倒れなくなるので、ここで脇が開きやすくなります。ただこれがこっちに移動するのに、頭がやっぱこっちに傾いたまま行くと、これでみんなもうやっぱこう体が倒れて、スイングに窮屈感が出て、まあこのスイングはやっぱもう外にしか行かないので、ストレートにしか行かなくなって、で左に頭を置いておくと、これくらい姿勢を保って、で打った後は今度は頭はこっちに入る、こういう。で戻りをこういう。じゃあ移動は少し頭を左に置いてやってみましょう。よー、あ、そうそうあ、そういう感じ。めっちゃ窮屈だけどそういう感じ、そういう感じ。あ、そう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 、やってるともう一回右に進んで、そこで頭を左にちょっと置いておくと、今度はやっぱ右足は軽くなると思うんですよね。ですんでまだ右足を動かせる余裕がある。ただそれが右側に頭を倒すと、今度は左足が軽くなっちゃうから、左足を前に出してもらっていいですか。ってなるともう完全フルクローズスタンスになって、でそれで振り遅れちゃう原因がこれ。左足が早く出たせいで打点がすごいやっぱ遠くなる、後ろになる。深いでしょいいこと言うね。お、今日は頭が冴えてる。バカじゃないね頭のいい勝てるシングルス代表。そう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 、そう、もう一回フォアだけやってったら、多分股関節周りは楽になってると思うんですよね。足が楽に動いてくる。どう？で今度は頭を倒してもらうと、右側にそう重さが出るんだよね。はい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 。エッチラオッチラになっちゃう。そう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 。ほほー、見る景色が変わるね。ちょっと変わる。世界が変わった。単純でいいですねこれはいいねっていう感じ。おう、なんで早くさ、何度も言うけどさ、早く教えてくれないわけ。そうだよ、もう何年も教えてもらってんだからさ、もっと早くこういいことはさ言ってくれればいいのにさ、なんでそうやって出し惜しみするわけこの人は4年前に僕が伝えたらすぐ忘れちゃうんですね嘘、今初めて聞いたよそんなことは。そうです